国税項目は、明治2年1月に、当時の兵庫県知事であった伊藤博文が、県幹部3名及び大阪に赴任中の、会計関係判事、陸奥宗光と共に提出した、憲白書。兵庫論とも、江戸幕府の崩壊と共に成立した、明治政府は、それまで尊王上位を掲げて様々な行動を起こして、北朝廷や薩摩藩、 長州藩などの上位派志士が中心となって結成していた。このため各地の上位派は新政府が成立すれば当然上位が断交されるものと考えていた。ところが新政府は慶応4年に1月10日にいわゆる開国の書を出し諸外国に対して幕府が締結した条約の継続を約束しまた後過剰のご正文にて旧来の老州を張り知識を 世界に9名と述べ、続く母母王の刑事においても、万国広報理工を掲げていたにもかかわらず、上位については明確な否定をしなかった。かつて、東全寺のイギリス公使館襲撃に加わっていた、伊藤博文はその後のイギリス留学を通じて、上位が非現実的な方針であり、いつまでも実現不可能な路線に固執すべきではないと考えていた。また、 いつまでも、藩を存続させておくことは、日本の政治的な統一を妨げる、原因の一つになると考えて、一刻も早い廃止を望んでいた。しかし、当時の伊藤は未だ一回の地方知事でしかなく、中央の方針に関与できるだけの立場にはなかった。奥越列藩同盟の崩壊が確実となった、明治元年九月十七日、伊藤は、五州各国と並立んとよくするや、 余力の性を目国性を折りつる不能派人々のチルショなりと述べて、日本は海外諸国と同等の国家を目指し、まずそのために天皇に平権を集中すべきとする意見書を出し、続いて11月に近隣の姫路藩が反赤法官の申し出をしたと知るや、同様の趣旨の意見書を再度提出した。その後、一向に新政府からの落とがないのに不満を抱いた伊藤は、 薩長問いの藩主が、藩籍法官の上表を行ったという法を聞きつけ、部下である、県藩寺の中島、県藩寺の田中、同じく英学者で、県出資の何と相談して県白書の提出を図り、これにたまたま、伊藤と面識を持った、仏も加わって五人連盟で提出したのが、六課条からなる、国税項目であった。提出とその内容、その後の反響は、伊藤が存命中に、 本人からの聴取を交えて書かれた伊藤博文殿などから明らかとなっている。京都にあった新政府において、三条、ミミ、岩倉智美、大久保利道、西郷隆盛、広沢サネらが居並ぶ中で、伊藤は憲白書を提出し、後藤翔二郎が内容を読み上げた。これに対して、三条以下は賛否を論ずることもなく、無言で聞き入ったと、 伊藤博文伝には書かれているが、実際には、大久保らの反感を買ったと言われている。なぜなら、大久保や西郷、木戸高吉らはすでに将来的な廃藩地権を見据えた、藩赤奉還の準備を進めていたが、藩赤奉還を行えば爆藩体制において、絶対的な原理として250年以上続いてきた、藩主と藩主の主従関係を根本的に否定することになるため、 一歩間違えれば、全国的な反乱を引き起こしかねないからであった。そのため、大久保は五箇条の五生門の精神に則っ,って、新政府内の各機関による抗議世論の合意を経ることで、その正当性を打ち立てる計画であった。伊藤の憲白書は、その計画を壊しかねないものであった。伊藤の憲白書は、たちまち新政府内外に広まって、伊藤は、 大きな憎悪を受けることとなる。一つは一気に、廃藩置県を論じたことによって、諸藩の藩士が大いに動揺し、一部の保守派が京都に押しかけて、伊藤を、従義の道をないがしろにするものとして、その廃斥もしくは処罰を新政府に求める動きに出た、ことである。もう一つは、上位論の否定を迫り、外国と並立することを論じたことで一部の上位派もこれに、 同調する動きを見せたことである。これを憂慮した岩倉は伊藤に謹慎を指示し、また3月12日には、喜戸も伊藤に対して書簡を送り、安易に外国との並立との言葉を使うことの危険性を忠告している。伊藤の憲白が全くの無駄になったわけでもなかった。この年の3月7日に、東京の姫路判定に各藩の抗議人227名を集めて、 抗議書が設置されると、外交政策が急遽課題として取り上げられたのである。4月17日、外国間より、問題17条と問題4条の2議題が提示された。問題17条と呼ばれる17条からなる質問形式において、まず上位の是非について問い、もし上位を行う場合についての対応策について、抗議人の意見を求めた。 その結果が23日にまとめられたものの、その質問自体が上位の方策について徹底的に問いただしたもので、答えに詰まった抗議人たちは上位は不可であるとの回答を寄せたのである。続いて5月21日から東京で開催された上局会議において25日に抗議書の結果を受けて、開国和信を国策とすることの是非を問う。 明治天皇の直答位が提示され、28日に上局会議はこれを是とする直答を提示した。これによって正式に開国を日本の国策とすることが正式に決定した。続いて同様の手続きを経た反赤法官も外交問題よりは右与曲折があったものの、6月17日に実施されることとなった。この憲白書の5人は、その後、 明治の政治において様々な工作をすることになる。後に伊藤博文が内閣総理大臣になった際に田中は内閣書記官庁、道の区は外務大臣などを務めている。また後に衆議院議長を務めた中島の最初の妻は道の区の実の妹であり、また何の門人で、その推挙で大阪で英学校の教師をしていた。 星通るは、何の紹介で、道の区と知り合い、後年政治行動を共にすることになる。外国との平立は、薩長問いの反責奉還上標文にも記されていて、それによって内外に知られることとなったが、伊藤の動きとの関連性は、上位派から上がっていた。本校では詳細に触れないが、改税役所に違反した劣悪な金貨を急爆府、新政府、 諸藩が揃って発行していたことに対する諸外国の追求の動きへの対応についてである。ありがとうございます。